安倍晋三首相は、17日午前、診察を受けるため、東京、品野町の慶応大病院に入りました。首相周辺は、体調管理に、万全を期すため、と説明しています。1 8日まで公務を入れず、静養する予定だということです。首相は第一次政権時の2007年、持病の潰瘍性大腸炎が悪化し、 直後に退陣したいきさつがあります新型コロナウイルスへの対応の長期化などにより健康を不安視する声は与党内に広がっておりこのタイミングでの受診は憶測を呼びそうです。